だって今リモート占いってこういう人と付き合いました、付き合あの男性彼氏ができましたって最近もあるけど、この人にはお金遣いが、お金が出てく影があるから、この人はお金遣い荒いから気をつけてくださいねって言ったら、やっぱりそうですかってどんな感じにありますか。うーん、見るとざっと見ると200-300万の借金は持ってんじゃないですかって言ってあげる。結婚するのはそれが終わったぐらいがいいんじゃないですかって、うん、まあ順当な答えですね。そりゃ、まあ、内容的にも、うん、そう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 、そんなにあるんですか。いや彼氏は100万か90万ぐらい、100万もないぐらいって言ってる。いや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 、十分300万ぐらいはありますよって言って、もし嘘だったらあのお代はいりませんって言って、うん、まあ闇が深いな、それは。そういうのは闇が深いな。なんか知らんけど何も言わずにお代だけが来ましたこれは当たってるっていう意味でとってよろしいんでしょうかねと思ったもん。当たっててお代は払わなきゃいけないけど、事実だったから合わす顔がないってことなんでしょうな。でもね、散々俺のことバカにしたからな、その人。まあ、レアなスキルの能力者だからね。そこは。そりゃそうでしょうとしか。2万円入っとった。やったぜお代って言っただけでさ、2万円入っとった。あなた想定いくら当たったの？いや、5000円ぐらいかなと思って。2枚も入ってった。あなたの思ってる4倍は深刻な悩みだったってことや。深刻に当たっとったやな。当たってるぐらい腹立ったんやろな。うわー、辛いなそれ。うん